はい、本日はですね、親友に、僕の激変をですね、いろいろ聞いていきたいなというふうに思いますということで、こちらに今親友にね、登場してもらってます。森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、僕親友とはね、2歳からいろいろ遊んだりしてるんでね、僕がこういろいろ激変していった様子っていうのは彼どう思ってたんかっていうのは僕一切聞いておりません。なので、はい、まあどういうふうに思ってたんかっていうのをね、今日初めて聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。ということなので、まあ本日の流れとしてはですね、まあとにかく、どう思いましたかと、まあ僕が鬱になったりとか、まあ先生辞めたり、あと YouTuber になったりとかっていうのをね、まあどういうふうに思ったんかっていうのをね、サクッと聞いていきたいなと思いますので、質問はまた聞いてませんね。全く聞いてない。聞いてませんね、はいはい、なので適当に今から聞いていきたいなと思いますじゃあまず最初に、鬱になったのからいきたいなと思うんですけど、それはどのタイミングで知ったとかって覚えてますか？多分動画、YouTube の YouTube の動画で知ったんやと思う。うーん、直接本人から俺そうなってんっていうのは多分聞いてなかったと思う。ってことは、うん、鬱の方が俺的に時系列は先やねんけど、 YouTube の方が先に知ったってことか。あ、そう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 、 YouTubeを先に知ってヒッチハイクはなんか、ヒッチハイク、ヒッチハイクしてんねんみたいな。そうそうそう、多分ヒッチハイクの動画で鬱になったことを知ったんかな。そのヒッチハイクの動画はどうやって知ったんやった？たっくんと一回飲みに行って、でそれで久しぶりに会って、あの YouTube やってんねんって言って、ほんでヒッチハイク、それでまたチャンネルって何やってんねやろうと思って情報量多いもんな、YouTube だけでもわけわからんのにヒッチハイクの人だけわけわからんどうなってんねんと。え、じゃあそうしたら森さんの中でどう思ったん？こう YouTube やってる、ヒッチハイクやってるってなって、いや、とうとうおかしなったんだ何を目指し始めたんやと。確かに確かに、うん、そういう片鱗は、まあ、2歳からしてくれてるけどあった？俺あんなめちゃめちゃ変なことはしてへんけど、特殊やなと思ってた特殊なことをいきなりやりだすっていう感じはあったかな。じゃあそのさ、まあ YouTube やったの聞いてたで、見ました、うつ、ん、なってたってんか、うつ、ん、なった時にどう思った？まあ動画経由で見たけど、なんでってなって、ほんで鬱っていうのが自分に関し、自分が今まで思ってたんか、そういう周りにそういう人おらへんくて、確かになんか 重症というか、もうなんかやべえやつみたいな、次たっくんと会ってもなんか違うんかなっていう人が、それで多分その次回会った時とかなりなんか気使ったんと思う気使うというか、こう喋り方になんかこう、いや自分が言ったことでなんか悪くなるっていう、そう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 、なるほどなるほど、それが正直な感じで。実際それで会ってみてどうやった？いや全然普通やったなんかケロッとしてた？ケロッとはしてないか、なんかちょっと酒の量控えたり、あ、そうか、そうか、お酒控えてたりしてたもんな。そうそうそう、だからこっちから飲もうや飲もうやっていう、昔みたいなああいう変な飲み方っていうか、煽るような飲み方とかせえへんかったし、やけど話してたら全然ふざけないことも言うてるし、その辺は最初会う時だけ緊張しただけで、うつなったからどうかなって。そう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 、こんな 2歳から知ってる友達でもその鬱なったってなったら、最初のファーストインプレッションはやっぱ緊張するねんな。緊張する、変に傷つけたあかんとか、そうそうそう、なんか俺のせいでまたみたいな感じのはすごいあったかな。なるほど、でその後はさ、先生辞めていってんけど、その辞めたって聞いたのは俺が言った、動画で知った。あれは直接なんかな、動画なんかどっちかちょっとはっきり覚えてへんけど、その病気になってやめたっていうので、納得はしてたか分からへんけど、それをなんかやめるっていうことに関しては、またやるとは思ってたまた先生を、あ、なるほど、復職するってことか。そう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 、一旦はやめ て、そう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 、休んでるみたいな。なるほど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 。で実際その後にさ、なんかどのタイミングから見出したとかある？最初見てないやん、そんな幼馴染みやしみたいな。そうそうそう、やってるわぐらいやんか。ヒッチハイクはめちゃめちゃ見た、多分3回は見たな、めちゃめちゃ見たっていうか、友達が多分 YouTube に出てることが面白いというか。確かに違和感あるよな、知ってる人がこうやって身近に出ててっていうので、であとは、セカンドかな。セカンドのやつはなんか動画内で話してるのを見て、あ、その時そういう感じやったんやとか、鬱のことにも関してそういうなんていうかな、一日の過ごし方っていうのを結構自分でなんか印象残ってるんやけど、動画の中で。っていうのもなんか次会った時に話してくれてたんかな、なんか一日の時間の過ぎるのがボーっとして終わるというか、なんか言ってなかった。はいはいはい、言ってた、言ってた、鬱の時に。そうそうそう、あ、でもその感覚っていうのを
は俺にはないわけやから、確かに、うん、それはしんどかったやろうともはっきり言われへんし、なんかだから見てそうなんていう感じの、そうなん、じゃあ意外は意外やったよ、意外、うん、意外アタックになってんやみたいな、うん、でも昔から、うん、なんか高校の時かな、うん、これ言っていいんか分からへんけど、うん、友達とかいっぱい家来てて、まあ俺もそうやったし酔いてたし、うん、彼女とか、うん、その当時の、うんうんうん、とか、まあ、バイトとか、うん、で休み日がまずないっていう感じ、高校の時からもそうやって、はいはいはい、その時になんか行き詰まったことがあったら思考停止になるっていうか、へー、なんていうかな、うんうん、もういっぱいいっぱいになって究極何も経験ない俺に、うん、相談するっていう、違うわけないやけどたまにこいつから聞いたらその案がひらめくねんなっていうのを言われてたから、うん、じゃあ俺は大したもんなんやとそういう時はあった、でもいっぱいいっぱいになってるシーンは、うんうんうん、そういうのに近いって言ったらあれやけど、うん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 、なんかこう頑張りすぎて、自分頑張りすぎてっていうのはその仕事でもそうやったかなっていうのは、片鱗はあってんな、ほんな、なんか自分では分からなかったけど、うん、まあ、多分楽しいこといっぱいしたいんやろうな詰め込む。へえ、なるほどなるほど、飽き、うん、ないもんな。今はじゃあどう、つ前も知ってるし、うつ後も知ってるし、で今も知ってるやん、もう3年ぐらい経ってるけど、客観的に友達として見て、うん、友達として、まあ、かなりすごいなって。もうその YouTube っていうこともあるけど、そりゃもう数字がな、もう知らんうちにこんな増えていく、あのヒッチハイクからこうなっていくんやと、うん、隣で見てて思ってたけど、最初はなあ、なんていうの、どえこれいけんのとは正直思った。そらそうやろ、うん、YouTube 始めた時ってことやな、うんうん、そうやけど、なんかじゃ根拠はないけど、たっくんやったらなんか巻き起こせるんちゃうんかっていうか、なんか変わるんちゃうんかっていうのを、違うまた別の友達と、なんかやっちゃっていけそうやでみたいな感じの言ってくれたね、うん、言ってたな、ありがたいな。で 今は、うん、ほんま大人になったなと思うそれは大人になってやなあかんかもしれんけど、会話するのが全然違う。今まで会話する内容、それは年取って同じようなことしとったらあかんけどまだジャイアンやねんなんか質のことよく思ってくれるっていうか、多分見てくれてる人からしてもさ、うん、前がどうやったかが分からへんか、あもうそれも全然言ってくれたら、あ全然傷つかへんし、うん、前やったら人のことをいじってこう楽しむっていうスタイルが多かった結構面白く人をいじってたり、あ、まあ、傷つける時もあったり、まああったりっていう感じやったけど、うん、なんかもう今はその人をなんかプロデュースするかのように、うん、なんか人のことを思ってやったり、それが正直言ったら自分の得にはならへんかもしれへんし、損得感情で言ったらなんか何人に対してもなんか人を助けるような感じになるし、話し方も変わったなっていうのが、まあそれはでも確かにそうかもしれん。痛みをそこで知ったかもしれん、うん、いろいろ、あこうやって嫌な思いしてんねんなっていうのを気づいた時にな、やっぱやめようと思うし、よくしようと思うからな、それあるかもしれんな。そうやな、ちょっと話戻んねんけど、うん、YouTube やって、うん、YouTube のとこに友達が出てるって言ってたやんか、はい、あれどんな感覚なの？やっぱ違和感やった？違和感あったな。で当時は多分今より YouTube やってる人がそんなに、うん、おらへんかったから子供の遊び事みたいな、そうだから、まあ、他の人とはまた違う路線っていうのがまだ出来上がってなかったんかな、あれ分からへんけど、そう YouTube 的にな、そう、うん、確か大人が行く場所ではなかったと思う。それによう入ったなっていうか、うん、でそれでどうするんっていう感じでは正直あった。あ、うん、まあ、楽しいのはいいねんけど、生活どうすんのとかな、うん、将来どうすんのとかな、そうその伸び出してとかにさ、うん、まあ、ちょくちょく会ってたりもしてたやんか、うんうん、でそんなんとかはどんな感じやったの？いや、よう続けてんなと思ってめちゃくちゃ素直な感じすごいなっていうか、まあまあそういうところだと嬉しいな、うんうん、いやだからいろんな人に見られるわけやから、うんうんうん、それで それにも耐えるのもすごいなと思ったし、次々と要はあの新しいことを生み出してんなと思って、おじいさん、じいさん近所の、まあ、この前にね、実はあの服あげるっていうのをやってるから、服あげてから喋ってるからね、まあ、これ忖度も若干入ってますけど先生最後聞いたいんだけど、うん、先生は俺はどうやったの？先生になった時とかも、あ向いてる向いてへんもそうやし、今実際もうやった方がいいでとか、やっぱやめて正解でとかいろいろあると思うんだけど、あそうやな、先生っていうのに向いてるっていうか、やってた時は、うんうん、
すごい楽しそうにやってた。うーん、で確かその時会った時に、うんうん、取引があった時に iPad 持ってて、はい、たくんがこれでこうやってこうしたりして、うんうん、あの生徒に教えてるっていう、うん、あれがなんかすごいワクワクしてるような感じやったかな。だその辺とか見とったら全然向いてると思うし、うん、俺頭悪いからその教育のことは分からへんけど、そうやって人に教えてこう変わったとか、うんうん、保護者の人に言ってもらったとか、うんうんうん、っていうのを言ってる姿見てすごい合ってるなと思ってたな。それがやりがいなんかなっていうか、うん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 、でも今はそれをに戻った方がいいとかは正直あんま思わへんくて、うん、今も合ってると思うしな、うんうん、今もよう話すしな確かに確かに、うん、今もそんな感じで話してくれるから、うんうん、今後も、まあ、好きなことやっていけみたいな感じか、うん、そう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 、うん、ありました。ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろお話ししていただいてね時間的にはでも10分ちょっとぐらいは多分話してもらってると思うからほんま助かりました。いろいろ知らんとこもあったし、あそうやって鬱なったって当事者やん、うん、で来られた時に、うん、あそうやって構えちゃうよねっていうのも言われたら分かるけど、うん、こっちは当事者やから全く意識しないんだけど、うん、むしろこっちがなんて言ったらいいの、気遣わせてあかんなみたいな。で会える元気あんねんけど、うん、ちょっとなんか頭痛いなと思ってずっとこうやって下とか見てたらさ、うん、あ悪化したんかなと思われるやん。あ、そう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 。だからそういうのやめとこうとか思った。逆にこっちが、でもそれは多分その時に会った時に多分何個かそのおもろいネタ和田くんをかましてきてると思う。だからそれはエピソードトークみたいな、うん、俺が気を使うからそれをやってくれてるんかなって思ってたし、うん、あえて多分そういうふうにってなんかちょっと心の中でそういうのあるんかもわからへんな、うんうんうん、自分が鬱やからこうっていうのはないかもわからんけど、うんうん、あんまりないあとその YouTube やった時もこれでどうなんねやろうっていう発想って確かに言われたらそうやなと思うけど、やってる本人はさもう見えてないからさ、もう突っ走れるとしか思ってないんやから、だからあ確かに普通に考えたらそうやなとかって思うねんけど、まあ不安やもんな、いいんかなみたいな、大丈夫なのかなあいつみたいな、いやいろいろ聞けてよかったですということなんでね、あの今回はありがとうございました。ありがとうございました。あの出ていただいてね、森さんに出ていただいたということなんで、また近々どっかで出るかもしれへんし、まあ出へんかもしれへんし、なんかまああの沖縄が好きなんですよ。だから沖縄好きだからね、奈良県生まれやのに沖縄が好きすぎて沖縄に住んだこともあるぐらいから、なんか沖縄の旅行のガイドとかも俺依頼しようと思ってね。おー初耳、旅費出すからあのちょっと案内してみたいな、たまたまその時出てくれるかもしれないんでね、また見てもらったらなと思いますので、本日はですね、はい、親友に、いろいろ聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。